BTS、こちらもおすすめ、BTS のジンさん、入隊前に丸刈り頭を公開、思ったより可愛い、と本人、ファンからは見送りの言葉が殺到。韓国の人気グループ BTS のジン、ジン、さんが12月13日、昇平義務のため、陸軍に入隊した。BTS の公式ツイッターでは当日、他のメンバー6人がジンさんを囲って見送る写真が投稿された。 写真には、僕たちのヒョン、兄さん、いってらっしゃい、愛してるよ、とのコメントが添えられた。ジンさんはメンバー最年長でデビュー以来グループを支えてきた。投稿された2枚の写真のうち、1枚は7人の屋外での集合写真。もう1枚は、6人がジンさんの頭に手を揃えて置いている写真。 ジンさんは11日に頭を丸刈りした写真を公開し、思ったより可愛い、と自らコメントしていた。写真には、瞬く間に50万以上の、いいね、が寄せられた。これぞ BTS、泣ける。類戦崩壊した、ジンくん。みんなが見送ってくれてよかったね。この2枚の写真だけで7人の絆のすべてを語ってる、など、大きな話題となっている。 バル、BTS は他のメンバーも順次入隊予定で、現在は個人での音楽活動がメインになっている。グループでの活動再開は、正確な時期を特定するのは困難、だとした上で、2025年頃に7人での活動再開を希望、していると、10月に所属事務所が発表していた。